フレッケルでは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州、ノルトハイム軍に属すフレッケンである。州で知られた、保養地で、約20平方キロメートルに3039人が、住んでいる。ライハーバフ派川のベーザー川への合流部フレッケン、ボーデンフェルでの中心街は、ベーザー川上流域のゾリング・フォーグラー自然公園の、南端に位置している。この町は、北の中びく山地。 ゾリングと南のラインハルトの森との間に位置し、ベーザー側のコーダ部の北東に直接面している。町を南北方向に流れてきたライハーバッハ側が、この町でベーザー側に合流する。ボーデンフェルでは、海抜105メートルから145メートルまでの間、ベーザーベルクラントの森の豊かな山地に位置している。西に、カールベルク、南東に、 フェルトベルクの向こうの北ヘッセンのリッポルツベルクの近郊にキッフィング連山がある。ボーデンフェルデの近くにある最も高い山は町の北東にあるカルテバルテと北にあるヒルマースベルクである。ボーデンフェルデの北に位置するぞリングのライハーバーハ川沿いに以下の地区がある。ボーデンフェルデの西に位置するベーザー川沿いに以下の地区がある。ボーデンフェルデの詳細に日付が判明している。 最初の記述は、833年6月8日のルートビヒケーケンミカドの文書にある。この文書では、ブーデネスフェルトという名前で記述されている。コルバイ修道院の記録集、トロディティニズコーベンセスには3回の記述がある。822年頃から826年頃までで、詳細な日付はわからない。15世紀の写本だけが保存されている。 1437年にこの町に都市圏と市場開催圏が与えられた。ボーデンフェルで近郊の使用意に関して最初の記述がなされ、コルバイ修道院に権利が譲渡された。この使用泉は中世初めから1680年まで製塩業に用いられた。1770年にガラス工場が設立された。町の収益構造は、 長い間農業の他に製塩業によっており、ベーザー側の水運も一定の役割を演じた。30年戦争で製塩所は破壊された。ダッセル博の時代、ボーデンフェルでは南西をベーザー川上流域に面した境界の町であった。博はここに税関を設けた。1270年にボーデンフェルではバームベック集落と共にブラウンシュバイクボルフェンビュッテル。 高量に売却された。第二次世界大戦で、ボーデンフェルでは広範囲な破壊を免れた。この時代、1896年に設けられ、後にボーデンフェルで炭焼き工場と称することになる炭焼き場で強制労働に使された。この工場ではタイヤを製造するためのカーボンを生産していた。1944年には人口2072人に対して、 約350人が炭焼き場の強制労働従事者であった。これはオストアルバイター、オランダ人、イタリア人、フランス人で構成されていた。1974年3月1日にバームベック、ニーノーファー、ボーデンフェルデが合併してフレッケン・ボーデンフェルデとなった。2007年から2008年にボーデンフェルデの黒い未亡人事件が注目を集めた。 売春業者の女が1994年から2000年までの間に4回交際相手を募集する広告を介して知り合った男性と結婚し、人生罪で抵抗力を奪った上、14歳年下の共犯者の男に結婚相手を窒息死させて財産を手に入れていた。4件の殺人は特別凶悪犯罪と認定され、女は無期刑を宣告された。 共犯の男は2007年8月27日に自分の行為を自白した。彼は主犯の女に精神的に支配されていたとみなされ、3件の殺人に対してわずか12年の自由刑が言い渡された。2010年11月21日、この町の森で13歳の少年と14歳の少女の死体が発見された。2日後に、 ウスラー在住の26歳の男が逮捕され、二人を殺害したことを供述した。ボーデンフェルデの紋章には、ダッセル白頭地下の時代を記憶に留めている。白の紋章は八つに枝分かれした鹿の角であるが、ボーデンフェルデの紋章には四つに枝分かれした鹿の角が描かれている。5年から6年ごとに、ボーデンフェルデでは、歴史的な祭りである出展保フが開催される。 11月の第2週には、毎年、教会会記載が行われる。ボーデンフェルでは、ゾリング鉄道によって、オットベルゲン及びノルトハイムと、オーバーベーザー鉄道によって、ゲッティンゲンと結ばれている。この町に鉄道が通ったのは1878年であった。ありがとうございます。